攻める気持ちで降りると言っていた萩原、ここは見事なストップ、はい、上がりがないからっていう理由でしょうね。なるほど、絶対打つと思いましたね、うん、すいませんでした。まあでもダブルメンツ落としとは限らないからね、あの両面外すとは限らないからね、はい、パーマン切ってチーマンから切りかもしれないしね。あ、そうですね、そういう場合はロッケもありえますよね。さあ、あのストップで、うん、おー、太さんすごい、茅森さんいいシャンテンでしたよね。本当ですね、まあ、ちょっと形良くないですけど、ボーイ、ボーイもこれタンヤオ系の、これ仕掛けていくかも、ドラドラだ、仕掛けますねあれは。でも3本ですか。はい。え、萩原さんも6、7、8ですね。3ピンとか引いたらもう大変じゃないですか。3ピン欲しいな、みんな1枚か。タンヤオドラドラスチーソー、うわー危ないテンパイ入ったよ。発生ってこれスッタンのローマンは1枚、ローマン1枚あるよ。あの藤崎さん、はい、大井さんは、うん、ウーソーローソー引いたらどうします。いやー積もぎると思うんですけど、ね、両面ですか。スワンコーですよ、積もっての今年初の役番ですよ。でも確かに両面にする大井さんも見える、僕の目には。スッチーソーで8000の上がりか、それともローマン来るか、ウソローソか。3000、6000もあるよね。ツボタンヤオ3アンコードラドラですね。ウソローソ、ま、ローソーないね。また声のトーンが下がっちゃいそうですね、積もったらね。3000、6000何言ってるか分かんないぐらい低くなりますよ。ローソーはない、ローソーはありません。山にウソーありますよ。ウソー引いたらどう、うう、あー先生にした、イソキュソこれはさすがの大井さんも引けないですよね。チーです、太しチーしてる、ヤンピン、これチーソちょっと危ないかもしれない。さすがの大井も引けないですよね。あ、スッチーソこにしも来た、どうなの。チーソか、チーソだー、聞いてください。3406、この発生です、これです。3006000、3400、6400の跳ね分来ましたね。そして本日1戦目見事トップとなりました渋谷アベマズ大井隆晴選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。ありがとうございます。トップおめでとうございます。嬉しいです。本当にこう途中でかなり加点したので安心できるところまで来ていたかなと思ったんですけど。いや本当にびっくりしましたよ。はい、まあまあなリードで、はい、1万4000点ぐらいが3人並んで、そうですね、でタイプ的にたくさん上がってくれそうな太志さんがいて、で、まあ、茅森さんも着順ああいう風になったらさすがにこう打点ではなく上がりに来ていただけると、だから萩原さんの親はもうお二人が上がってくれると安心してたんです最初、はい、そこでまあなんかいろいろないいものを失ったんでしょうね、きっと。あんなに積まれちゃうということは5本場6本場と、僕の良かった感じがどん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 こうダメになっていったんです、手配がね。行きたくない手になっちゃったんですよね。どんどん、あ、なるほど、はい、自身でこう決着をつけに行くには、うん、ちょっと難しいような手配も来て、まあ、任しといても大丈夫だろうなっていう思いがすごい強かったです、はい、そういう部分ではやはりオーラスのトンを2枚とも仕掛けず、はい、最終的にはリーチの選択、ここ教えてください。あのですね、はいはい、トンが太志さんがまあトントンと切ったんですけど、はい、そうですね、はい、あの1段目と2段目にでなくと両面両面なんですよ、はい、で日給 で積み場も結構あってなんですけど、あの時に3900まではいいんですけど打って、うん、はい、萩原さんはまあまあ何上がっても積んでるんで、はい、逆転されちゃうと。で他の人が
あのね、かやもりさんとふとしさんの点差が縮まりすぎちゃってて、あ、はいはい、中間打点でもリーチ来ちゃうような、はいはい、ほぼほぼ萩原さんと同じような条件になってましたからね。そうですね、5200ぐらいでもリーチ来ちゃうと、はい、でトーン泣いた瞬間リーチって言われると、はい、ん?っていう手だったんですよ、はい、で最悪がそのトーンを泣いたで萩原さんがそのあまり手合いが合わなくて泣かしてもらえない、そのままリーシャンテのままリーチって言われた時に、うん、僕振り込めないので、はい、もうどうしようもないことになっちゃうんで、まあ、そこはバタバタしたくなかったと。でそのまあ、トーン泣かなければまあまあ勝てるって思ってたんですよね、はい、そしたらあんこっちゃったんですよ、球筋が、はい、それで見れば見るほど数値差はよく見えてきたんです、少しずつ。あれでもリーフを出してもあんまり条件は一緒だから、じゃあいいかなと。なるほど、この数値差だったらいいかなと。途中まではこう他の選手も仕掛けも入っているし、任せる選択もあるかなと思ってたんですけど、ひとしさんと思って、はい、はい、ちょっと、はい、僕の想像するひとしさんはああいうところできっちりパシーンと決めてくるタイプだったんで、そうですね、はい、と思ったらあの今回は違う、はい、違うひとしさんでした、はい、もう一点だけちょっとお伺いしたいんですけど、はい、何の一曲四本場大井選手つも、単野三眼光ドラドラの三千六千をつも上がったんですけど、はい、はい、ここもし、はい、ウーソーかローソーを引いていたらどうしてましたか、はい、それは僕はもう本当にエンターテインメントのスペシャリストですから、あ、はい、はい、多分上がれる方を選んだと思います。いや、面のままですね。違う、未練目のままとかは言わないでほしいです。その時に僕が数アンコ上がれると思えば数アンコにしますし、それはもう本当に僕は上がれる方を選んでます。はい、はい、一番のね役満も見せてほしいなというところもありましたし、そういう素晴らしい手が来たんですけどね、はい、でもそれでもやっぱ簡単じゃないですね、リーチ来るし。そうですね、届きましたね。びっくりしました。はい、ただ見事これで上がりまして、なんとチームは3連勝ということになりました。そうですね、今日1月11日なので、はい、111なので、はい、で日吉さんが大井さん今日何日って言ってきて、えっって1月11日って言ったら3連勝の日ですよって言ってきたんですけど、よく考えたらふとしさんも3連勝かかってて、別に僕だけじゃないじゃんと思って。しかも僕 2回ラスってるし、はい、そのこうトップということですね。そうです、嬉しいです。チームメイトたちからつながれたトップということになりました、はい、そうですね、はいはい、さらにこれで約プラス100ポイントぐらいになりました。ありがたいですね。この後も戦い続きます、はい、皆さんに一言お願いします。はい、勝ったら何か宣伝する流れだったんですけど、はい、私は何も宣伝することがないので、いつもお世話になってる日清さんのこの麻雀聖人を今くっつけました。急遽、はい、UFO 大好きです、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。1戦目見事トップとなりました渋谷アベマズ大井高晴選手にお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。